どうも皆さん、こんにちは。シンクロニティです。さあ、今回はですね、ドアを開ける短いゲームというゲームで遊んでいきたいと思います。で、このゲームのアップストアの概要欄を見てみると、まず冒頭部分、星の数ほどあるアプリの中から、このゲームを見つけてくれてありがとう。そんなには長くかからない、小さな旅の物語です。ぜひ手に取ってそのドアを開けてみてください。というふうに書いてあって、で、その後を見てみるとですね、まあそのドアを開ける短いゲーム、まあこのゲームは、ちょっと幻想的な世界を歩いて、お金とディライトを集め、ドアを開けて先に進んでいくことを目指す 3D のアドベンチャーゲームですというふうに書かれてありまして、2022年に小山さんという方が制作されたものらしいですね。で、結構その幻想的な世界が売りということで、ちょっとどういうゲームなのか見ていきたいと思います。行きましょうか。さあ、始まりました。お、これが主人公かな？金髪の男の子だな。人生は短い。そうだな。まあ、それはまあ、その人によるとは思いますけどね。人の捉えようによるとけど。さあ、今日もやらなきゃいけないことをやらなくちゃ。こうやって一日が始まるんだ。右側をスワイプして見合わます。はいはいはい。左側をスワイプして歩く。了解しました。はい、これが主人公ちゃんか。お、これは男、なんか女の子っぽいのかな。あんまり今の時代だとちょっと偏見に当たりそうなんであんまり言えないですけど。お、なんだこれは。鍵、プラスチックの鍵、よくわからないけど、これはこの子のお部屋なのかな。水道もあって、まあ、結構ミニマリストの子なのかな？これプラスチックの鍵？ドアを開けて外に出ようかな？出ようじゃないか。さあ、冒険だ。一日の始まりだ。おっと？なんだこのコインは？ん？なんだこのコイン？あ、これが自分の家ってこと？お、いいじゃん。これ小鳥の巣でしょ、これ。小鳥の家作って、あ、待って、あれ、これ、ちょっと。あれ、今落ちたけど、平然と戻ってきたな。これは、あ、家にも戻れると。了解、了解。じゃ、とりあえず先進んでく？結構、あれだね。なんか天空に住んでるんだね、この子。天空の上の城のラピュタみたいな感じ？あ、これ住民？話す。あ、橋の向こうの家のお兄ちゃんだ。今日は一人でお出かけ？もしかしてドアの向こうに行くの？いいな、いいな。いいな、いいな。僕も大きくなったらいろんな場所に行ってみたいな。そうなの？あ、これがドアの向こうってこと？こんにちは。このドアの向こうって言っていいんですか？そう、お兄さん、ドアの向こうに行きたいのかい？君も知ってると思うけど、ドアを開けるには通行料が必要と。なるほど。まあでもそのドアの交通量は安いから、君にもすぐ開けられると思うよ。なるほど。ここを通るには交通量が必要。15コイン。じゃあ15コインを、あ、そこそこ、さっきからコイン取ってもらうね。これ結構、マリオ要素あるなら結構このゲーム。幻想的なゲームの割には。で、これ今10枚集まってるんだ。左見てみたら。で、ジャンプとかは？あ、ジャンプは自然とやってくれる。お、なんだこの子。登れないのかい？白いヘリがある壁は、よじ登るにはちょうどいいのです。白いヘリ？白いヘリがない壁でも、頑張れば登れると思ったけど、どうやら無理っぽいのです。白いヘリって何？あ、宝箱ある。お、少女もいる。こんにちは。こうやって朝の匂いを感じるのが好きなの。こんなところまで登ってきて、あんたも高いところが好き？気が合うね。そうか？あ、ラブポイント。あ、そういうのもあるんだ。なるほどね。もうちょっと話そうぜ。こうやって朝の匂いが好きなの。あ、同じこと言ってる。これは？宝箱か。で、星マークもまた別のシステムがあるのかな？で、一応、あれか、15コインは溜まった感じか。これ、あ、
コンにもありましたね、コインが。そう、話しかけます？さあ行ってみます？ 15 コインで行きましょう。はい、これで。お、少年、少年も行こうぜ。さっき行きたいって言ってたんだから。少年ドア開いたよ。いいの行かなくて。うん、大きくなったら行きたいってことは、大きくならないと滅多に行けないってこと。お、猫。何猫って選択肢は。何猫。こんにちは。かわいい。かわいい。猫、にゃんこがいますね。飼い猫なのかな？野良猫どっち？まあ、でも首はつけてるから飼い猫かな？お、これは掲示板？人生のヒント。なんかすごい急に重いこと言ってきてるな。ドアを通ったり、場所を移動したりすると思い出が記憶されます。ほう、スズメの戸締まりみたいな感じ？わかりやすく言うと、進行状況がセーブされるってことです。うっかり落ちてしまったり、ゲームを再起動したときは、最後に通ったドアの近くから再開されます。なるほど。じゃあ、頻繁にドアを取っといた方がいいってことか。了解了解。これもドアってことか。よう。風変わりなおじさん。何してんの？あ、そこのオレンジのドア整備中でね。今は取れないんで、ごめんね。おじさんはこのドアを直してるんですか？そうだよ。私は同職人だからね。各地のドアを整備したりするのが仕事なんだ。このピエロみたいなおじさんか。各地のドア、オレンジのドアの向こうには何があるんですか？オレンジ色のドアの向こう。なんとなく予想してみる？結構オレンジ色って砂漠を連想しやすいから、砂漠とか、あともしかしてあれかな、サンセットとか、結構夕日が見れる場所なのかな。このドアを開ければ広場に行ける。広場、そうだな。いろんな街に繋がる道が集まった場所だね。広場に行けば、もっと遠くの街まで行けますか？うん、行けるだろうね。君はもっと遠くに行きたいのかい？僕は、はい、行きたいです。この子結構あれだね。この街に留まってるだけじゃなくて、もっといろんなとこに冒険しに行きたいっていう、向上心のある子だ。いい子だね。もっと遠くまで行けるようになって、もっとお金を稼がなくちゃ。いいなぁ。でも俺こんな人じゃない、こんないい人じゃないんだけど。羨ましいわ、こういう人。ふむ、そうかそうか。いずれにしてもごめんね。今の君にはまだオレンジのドアは開けられないみたいだ。じゃあ結構レベルを上げないといけない感じなのかな？そうなんですか？ドアを開けるにはお金だけじゃなくて、そのドアに見合う鍵が必要でね。まああまり急がなくていいんだよ。なるほど。でも自分が、まあそれに見合った鍵になるような人物になればいいと。まあまあまあまだね、この少年、こうね、うん、この少女はまだ未熟だろうから、どんどん成長していこう。こういうなんかマリオ要素やっぱあるんだね。いいですね。あ、宝箱ある。まあとりあえず鍵を集めに行けばいいのかな。これジャンプできないんだこれ。お、誰だ。ピンクの髪の女の子がいた。広場に行きたいんだ。いろんな場所を見てみたくてさ。僕ももっと遠くまで行ってみたいな。本当？じゃあ私たち同じ志を持つ仲間だね。あのね、オレンジ色のドアを開けるにはオレンジ色の鍵が必要なんだって。なるほど。その情報助かった。ありがとう。さっきのオレンジ色のドアを開けるにはオレンジ色の鍵が必要。了解。ありがとう女の子。人生の人、どちらを向いているかわからなくなったら、画面の右上にあるコンパスボタンを押してみましょう。じゃあ結構マップ広いのかな、そう考えたら。これも開いたってこと？あ、これをタッチすると北に向くってこと？お、ここにもドアがある。ここは30コイン必要。じゃあまあまあコイン必要なんだな。あ、でもこれで一応30コイン集まったんで、あそこ入っていきますか。はい。ひとまず入る？うん。入ろう。よし。これでセーブと。で、また新たな土地が開拓されたと。この掲示板が書いてある。人生のヒント。画面の右上にある鐘のボタンを押すと目線を。あ、なるほどね。三人称とか、あ、一人称とかできるってことかな。お、こん
んにちは。目の前に見えていないもので、見に見えているものでも、遠回りをしないと手に入れないことがある。ああ、じゃあこの人は結構遠回りをしがちな人なんだな。人生ってそういうところあるよな。まあ人それぞれだもんな、人生は。遠回りをする今みたいな人もいれば、まあなるべく早くいろんなとこに冒険したいっていうこの主人公ちゃんみたいな人もいるだろうし、まあ多種多様だな今の時代本当に。お、宝箱がある。これはまあコインだろうね。はいはいはい。お、ダイヤモンド初めてじゃない？あ、二つ目か。はいはいはい。ここにも男性がいるぞ。あ、おばさんか。あなた、壁に壁ちゃん、猫ちゃんの足跡がついてるのを見かけたことはない？さっき猫なら見かけたよ。うん。あ、さっきの猫ってこのおばあちゃんの飼い猫ってこと？教えてあげようか、場所。なんだかそういうわけでもなさそう。あ、あそこに鍵がある。あれあれだな。コイン集めてあそこのドアに入って鍵を取るってパターンだな。ぐるっとして一周かな。一回行ってみるか。あ、これも30コイン。行きましょうか。あ、これさっきのオレンジ色の鍵じゃないですか？あ、これブロンズ？じゃ、ブロンズのドアがどこにあるってこと？どうした？鍵を手に入れた。これでもっと遠くまで行けそうだ。今日は随分歩いてちょっと疲れたかも。一度家に帰って休もうか。あ、そういうイベントもあるんですね。なるほど。じゃあ一日の疲れをここで癒すと。お？なんだこの悪魔みたいな空間は。ここはどこだろう。私は誰だっけ。お、なんだ、大丈夫か。道に迷ってしまったみたい。帰りのドアを探さなきゃ。大丈夫。お？あ、これは夢の中のさっきの主人公ってこと？またなんか幻想的な世界に来たな。ここはここでなんか面白いな。お、誰だ？はてなはてなはてな。行く先に落ちている宝石のようなものは、探求のディライト。飽くなく探求心の現れです。暗い道を進むのは怖いかもしれませんが、きっと大丈夫。探求心を勇気に変えて前に進むのです。まさに今の人生を表してるじゃないか。その不安と怒りを探求心に変えろと。いや、人間ってね、なかなかできないんだよな。まあ、人間というか今の日本人だよな、それは。まあ、そうね。あら、そんな不安そうな顔しないで。私たちはあなたの敵ではないわ。これは、さっきいたっけ、こんな人。帰り道について、誰か何か知っているかもよ。なるほど。まあ、とりあえず前に進む感じでいいんだろうな。でもなんか、あれだな、この夢、夢かよくわからないけど、この空間もなんか、ちょっと闇って感じがするよね。あ、宝箱ある。ふむ、お嬢さんは迷い人かね。君はまだ若い。こんなところに居続けるべきではないだろうな。結構お年寄りの方だな。帰り道がわからなくなってしまって。恐れることはない。アーチの色に目を向けるのだよ。アーチの色。そこやに、たくさんのアーチがあるだろう。どのアーチにも白い面と赤い面があるのだ。近くまで行かないとわからない。白く見える側からアーチをくぐっていきなさい。そうすればいつか帰りの道のドアにたどり着けるはずじゃ。白く見える側からアーチに入る。なるほど。ありがとうおじいさん。なんか人生をたくさん経験されてきたからから方からメッセージもらいましたね。白い側からゲートに入りなさいと。でもこれ白くないよね。どこが白いんだろうな。この人は閉じられたドアは君の末路の領域を表している。ドアっていうのは可能性なんだ。あ、この、ごめんなさい。末路って言っちゃった。ごめんなさいね。道末か、道す、道踏み、もうちょっとわかんないですけど。読み方がわからないけど。
なるほどね。まあでもドアっていうのは可能性に秘められてると。でも君は今ドアの自体を見失ってしまっているみたいだね。大丈夫。遠くからじゃ見えないだけできっとどこかにドアはあるはずさ。なるほど。さっきのおじいさんも言ってたけど、若者はまだここの世界に来るのはまだ早いと。自分にぴったりのドア、世界があるってことだな。その世界を見つけるまでは絶対に死ぬなよというのを、この人たちは伝えたいのかもしれないな。あ、これじゃない？さっき言ってた白いドア。行きましょうか。行こう。少女まだ早いよ、ここに来るのは。早すぎるよ、あまりにも。さあ、起きて現実の世界に戻ろう。よし、戻ったな。あ、ブロンズの鍵があれでいいんだ、オレンジ色のドアで。オッケーオッケー。よし、また新たな一日と。いいっすね。なんかこう、穏やかな世界を行き来してるのと、あと闇の世界もたまたま出てくるみたいな感じで。お、君、前に会った時よりも人生経験を積んだ顔をしているね。本当か？こんな一日で。今の君なら、これまでに見えなかったものも見出せるようになっているかもしれないな。例えば、よく通る場所には旗が立っているように見えたりね。旗？本当だ。何の旗だ、これは。あ、さっきの探求のディライトをたくさん集めたから、この旗で何か見出せるんだ。あー、なるほど。ワープ地点になるんだ。へー。これもなんか人生を表してるみたいで面白いね。お、なんかまたなんかびっくりマークついてるな。あ、特になんでもなかったか。ん？なんだか、なんか変わってる？あ、変わってる。風の温度とか空の色とか、昨日と今日でちょっと違ったりするでしょ？そうなんだよな。不思議なことに。いや、ほんと今日もね、今日の朝、今朝もね、なんかいつもと違う雰囲気だなとか、ちょっと違う朝だなっていう感じたことがあって、まあ実を言うとですね、昨日衆議院総選挙がありまして、まあ、要するに今日は10月の28日なんですけど、なんかね、結構重い空気でしたね、なんか。気のせいかわからないけど。全く同じ日って多分ないんだよね。本当に不思議。何なんだろうね。まあそれが今の日本なんだけど。まあ今の日本でもあり世界でもあるんだけど、まあ人間で生まれた以上にはね、やっぱその違った雰囲気っていうのを毎日経験しなきゃいけないわけなんですよ。使命としてか。挑戦のディライトが3章あるので、お、また見出すことができると。なんだこの鉄鉱石は。金鉱、金脈を見つけた。ああ、なるほど。じゃあ動物の森でいうお金の木みたいな感じか。なんかずっとこの室外機の上にいるけど、よっぽど好きなんだね、二日間もいるってことは。お金と違ってディライトは使ってもなくならないってお嬢さんが言ってたよ。ディライトって多分あれかな、今の人生でいう思い出みたいな役割なのかな。やっぱお金ってやっぱ有限だからすぐ消えてっちゃうけど。まあお金ってね、不思議なことに消えてくわけですよ。お金が50、あ、これさっきあれだ、鍵は手に入れるときはあとお金が必要なんだ、あと中国人。あ、これあれじゃない？さっきあそこに崖っぷちにいた女の子に一日前に話しかけたのが溜まったってことは？花束を見つけた。あ、ここからもディライトが手に入るんだ。はい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 。いいね、花束を、花束で親愛になるみたいなものを表現してるってのが結構好きだな、これ。よし、とまず50コイン溜まったんで、開けましょうか。オレンジのドア行きましょう。さあ、新たな世界に飛び込むんだ。お、またここはここでなんか幻想的な世界来たな。こんにちは。あ、あなたも広場に来たんだな。さっきのピンクの髪の女の子じゃねえか。ねえ、神聖な感じだね。君はここからどこ、次にどこに向かうの？ゆっくり景色でも見ながら考えるよ。ドアをかけるお金も貯めなきゃいけないしね。あなたもまた新しいドアを見つけて先に進むでしょ。頑張ってね。あ、またハートが溜まった。
ありがとう。一緒に頑張ろうぜ。青色のドアがあるぞ。またこれが、あと鍵が必要だ。あと鍵と、まあ、コイン多分100枚ぐらい必要だろうから。まあ、とりあえず鍵が必要だから、鍵探そう、鍵。まあ、自分の人生を豊かにするためには、お金と探求心が必要ってことだな。あ、これがプラチナドア。結構でかいな。この少年の多分背丈の5倍ぐらいありそうだな。4倍ぐらいか。でもこれの奥にまた新たな世界が広がってるってわけだろうから。これ今も、これ今、このコース今見て思ったのはさ、マリオパーティー、3DS のマリオパーティーにこういうコースあったよね。こういう、なんか細い道を、なんかこうなんて言うんだろう。座椅子に座ってさ、めちゃくちゃ滑るけどそこを滑っていくみたいな、あったの、そういうゲーム。お、ここもなんかブロンズのドア悪くない？あ、ここは70だから、あと9コイン必要なんだ。あ、でもすぐ集まりそうだけどな、9コインぐらいなら。はいはいはい。オッケー。これで入れるよね。お、誰だ？花畑とか、可愛い猫とか。楽しいことを見つけて、ディライトを集めるとね、もっと楽しいことを見つけられるようになるの。もう楽しいことを楽しいことに重ねて、さらに楽しいことを見つけていくと、もっと楽しいことに発展していく。まあ当たり前のことだな、それは。それに積み上げたディライトって、使ってもなくなったりはしないの。つまり思い出ってことか。だったらどんどん楽しさを見つけた方が得よね。まあ人生においてどうだろうな。まあそれは得かどうかっていうのは人それぞれによって変わるんだろうけど、まあ僕個人的にはまあ普通かな。得でもないし、得だと感じる時もあるしで、まあもう極端に得っていうような思考に陥ってないけど、やるのもやらないのも自由だけど、実はやってみた方が絶対にいいこと。世界ってどうやらそういうものに満ち溢れてるみたい。まあなあ、世界を知らずに死んでいく人の方が圧倒的に多いからな、今の日本人は。まあ日本人というかほとんどの人は。あ、オッケー、開けよう。で、この少年はどんどん探求心があるから、もうどんどん見出していくと。これを進んでっちゃおうかな、さっき。お、なんかまた違う。晴れやかな世界に来たな。で、お城がある、あそこ。さっきのプラチナのドアちょっと開きたいけど、こっちに行けばあるってこと？プラチナの鍵が。もう一回探してみるか。あっち人いる？まあまあ人いるな。2、3人いる？パッと見。こんにちは。新たなことを探求しに来ました。あ、おじいさん。さっきいなかった、この人。先に住みたいのにお金が足りない。生きていればそんなこともある。そう。もうね、探求しようと思っても結局お金が必要だから、お金がなければ何もできないから。行き詰まったら元来た道を戻ってみるのも手だ。時が経てばまた新たな金が世に流れる。そこでまた地道にお金を稼げばいい。ほんとさっきからこの人たち全員なんか世の中の真理めちゃくちゃついてくるな。まあそりゃそうなんだけど。え、これさ、左か右どっちからしか開けられないってこと？もしかしてこれ。あ、でも結局行く道は一緒っぽくない？これ。一緒ではないな。建物自体がそもそも違うんだ。なんだっけ？ 100 コイン。この男性は？アイアンの鍵とたくさんのお金があれば、アイアンの鍵。なるほど。この庭園はアイアンの鍵が必要なんだね。了解。僕個人的にね、女性寄りの人間なんで基本的に。左に行きます。お、若いお兄さん。僕は植物学者を目指しているんです。世界にある未知の花や草木を知りたくて。いいじゃないか。なるほど。この人は、まあ、草木とかそういう研究の開くべきドアの、まあ、道筋が分かったと。なるほどね。まあ、いろんな人の人生を参考にして、この子も、この少年も見つけていくってことかな。
この子は人々が感じる楽しさや嬉しさディライトについて研究。すごい。じゃあこの少年についてのディライトとか分かるってことかな。すぐワクワクする探求、勇ましさの挑戦、温かい親愛。探求心に満ち溢れた人か。まあこういうドアの開拓の仕方もいいよね。普通にだからいろんな人の人生がいていいな。なんか今このおじいさんなんか二言目にすごい大事なこと言ってなかった？動かしたブロックを何に使うかは君次第のも結構今の時代では多分就職をした後どう就職後に自分を生かしていくかとかどう自分の良さを生かしていくとかどのようにして人生を豊かにするかって結局自分次第だもんな。これは何の鍵？あ、これアイアンの鍵。アイアンの鍵は底辺だっけ？よし、ここかな？アイアンの鍵を使う場所は。来たよ。あれ、どうやって行けばいいのこれ。あれ、アイアンの鍵は？あ、これあれか。左側はアイアンの鍵だっけ？あ、これがアイアンの鍵だ、多分。入ろう。あ、200必要でした。まあ、200、あと142コインかな。よし、じゃあちょっと今回は、まあ、この辺にしときますか。まあ、なんか、だいたいどういうゲームなのかっていうのがわかりましたね。まあ、ひとまずっていうか、まあ、この少年は、やっぱその、まあ、人生が始まったばかりの未熟者で、まあ、みんなね、まあ、今、これまで、さっきから出会ってきた人たちは、自分自身の未来がある。自分自身の目的イコールドアを今見つけようとしてるんですよね。いやーいいね、なんか。じゃあ次回はアイアンの鍵でこのドアを開けて庭園の方に行ってみましょうか。よし、というわけで今回はこの辺にしておきます。